どうもお疲れ様でございます。それでは今回もですね、元裏プロの麻雀インターネット麻雀でちょっと解説しながら進めていこうと思います。まあ、私の時代は3人麻雀もたしなみでやったんですけども、主にしのぎになってたのは4人麻雀なんで、4人麻雀の方を選択しますね。はい、これを閉じて、で自由対戦でランダムで開始ということになります。お、男性のライバルが多いですね。ドラがチュンで始まりました。なんとです。はい、こういう場合は素直にチュンドラさん狙いでいきましょうか。でもう私の特徴的なのはこれね、もう9万を切って6万で決めていくことなんですよね。でペイは当然泣きませんね、これはね。はい、でこんな感じでメンツが足りましたんで、あとはもう皆さんと同じですね。手順は誰がやっても変わんないでしょ、ここ。はい、これポンして、あとはね、想像の両面がなければなっていうところでございます。もう特に変わんないですね、この辺はね。ここでちょっと選択変わると思います。私はこれ両像を切るわけですよ。これなんでね、両像の方を切った、三像を選択しなかったと言いますと、この早出のパス層があるからなんですよね。だから小層は降りてくるだろうという考えですね。はい、上がり、これは本当にラッキーでした。あとチュンも簡単に出してくれたし、何も言うことないですね。はい、はい、特に私の力があったから上がれたもんでも何でもありません。これはまあ順ちゃん3色を狙いたいところですけども、ドラが3層でね、別に 2,3,4 の方のメンツでもやっていけるんで、まあ 7,8,9 の3色見ないでもないんですけども、そうなるとメンツターターになります。ただ追っかけていきましょうか。3万切りましょう。広く構えるならね、これはもういいですね。3色にこだわる必要はなくなりました。そうなってくると切ってしまった3万がちょっと痛いんですよね。はい、じゃあ3層がドラなんで、一応こういう風な手組みにしておきましょうか。あ、これでもういいですね。スッとね、入ってくれればいいんですけども、あと6、7、8の3色も忘れないようにしたいと思います。これはまあ泣かないでしょう。6、7、8ね、これ忘れないように。で、3層手拍子で切らないように注意していきたいと思います。あ、もうこれはもう3色はいらないですね。リーチのみになりますけども、まあ両面ですし、さっきね8000点いただいたんで半分返すつもりで進めていきたいと思います。お、3件リーチ、あー危ねえな、ドラーなんだよ。あ、残念、リャンマンを引いてしまいました。あ、これは追っかけリーチがウーマンを止めて、立派でしたね。まあまあ、でもこうなるかな。はい、まあ最初の簡単に入った8000点はこうやって簡単に出ていく、イージーかもイージー5だというところだと思います。はい、これはこのように両面を決め込んでスタートすればいいでしょう。あとは適度に役牌を合わせていったりとかね、自牌を先行して打っていくところとかも、まあ遅れを感じながらですね。このね、ション牌を切らないといけないっていう時点でちょっとね、遅れてるんですよ。そういうふうな感覚が大事じゃないですか。で、これ、貫禄ピンは悪いセンスじゃないんで、残しておきましょうか。はい、じゃ両面になりましたね。いいペーコーにならないかな、みたいな感じでございます。あー、6万が方が痛かったか。で、これは、6、7、8のメンツ、9ピンが切れてますんで、これは魅力がないパーピンですね。はい、リーチですけども、この3ピンがちょっと、鬼ですね。トンなんて結局出なかったですね。もちもちになっちゃったのかな。うん。両方とももちもちっていうのはちょっとあんまり自敗が頼れない雰囲気になってきたってことかな。はい。これはまあ1、2、3の3色を見ながら、ただそこまで固執しなくてもいいかなってところですね。はい。こういう時はね、私、貫禄ピンに受けるんですよ。3万か。これはね、万が一の単ヤオもあるかなという構えですね。あ、ちょっときついですね、これはね。うん。どっちもあまり損ないな。あ、これ1万切ってみましょうか。はい、じゃあ手仕舞いで。手仕舞いなんですけども、手仕舞いですね、どっちかっていうと。あー、積もられました。あんこの両像の筋を積もられてますから、やっぱり紙に
流れがあるかなっていうところですね。上手か下か、だから下茶をちょっと潰すようにいかないといけんかなっていうふうに感じ始めたところです。ここは見よって、あ、ちょっとこれは色濃い場になりそうですね。大きな手が出そうですよ。動ける形を取っておきましょうか。これポンですね、はい、あ、これでいいですね。これでかわしてなんですよ。これ下の押さえに入るわけです。ちょうど下茶の現物で待つ形になりましたんで、悪い天敗ではないですね。あ、上がられましたか。ドラドラで上がりたかったんですけどもね。まあでも上がらなくても親が流れればいいかなと。共同作業完了でございます。さあ、じゃあ上がっていきましょうか。ここはどこから仕掛けていくかってことになりますけども、これですね。今まで鳴かなかったところから鳴いていって形を作っていこうかなってところですね、はい、あとは白を引いてきた時の対処がちょっとややこしいかなってところですかね。サブローマンが地位できればすごく簡単なんですよ。あ、下ね、下にはちょっと打ちたくないですね。これはあまり良くないけどポンしましょうか。はい、これで関数ピンはそんなに悪くないと思います。あー、残念でした。同じ筋での待ちだったですかね、はい、もう一歩ですね。最後親が来るんで少々チャレンジしてもなんとかなるかなというところです。これはあと9万から泣いていきましょうか。これでよろしいかと思いますね。はい、これは6球層でさっと上がらせてもらいましょう。あら、そうなの？どっちが早いかな。お、下も来てますね。ああ、よかった。これ2人を抑えてのこのバック仕掛け成功。まあ中付けっていうんですけども、これはでかいですよ。逆転する目がかなり高くなりました今回。手が悪そう見えるでしょ、これはね、遠くにチートを読みながらでもペイを生かせる場面かなと思います。急ぎとこか。そんなに悪い手じゃないですね、これは。で白を切って、白が切れるタイミングもいいですね。はい、まあ目論見の通りといえば通りなんですけども、これは9万を切っとこうか。あ、いいですね。ちょっとここでペイを手放すタイミングです。ここはね、惜しげもなく地位をして官楼マンで上がっていきましょう。これが上がれるようだったら次にね、しっかりとした手が入ると思いますよ。あ、いいですね、積もりましたね、はい、じゃあ次でちょっと4000オールぐらいいっときましょうか。どうでしょうかね。ドラはない手なんで、オーソドックスに 3-4-5 とかを絡めていくようになると思います。これで 3-4-5 の種ができましたね。3-4-5、まあ、上に伸びることも考えてトーンを切りましょうか。で、急走をね、手拍子で切らないようにしとかないといけんですね、これは。あ、3-4-5、これで種ができましたね。はい、あ、二間リーチですか。盛り上がってまいりました。で、これでいいでしょう。あ、残念でした。やっぱ下に持ってかれましたね、全部ね。はい、乾杯でございます。いやー、じゃあ一色なりドイツ手なりを作っていきましょうか。ここは、はい、お、チントイってやつができそうですね。チンストイトイ、
ポンしましょうか。9万がポンできるとすごくいいんですけどね。あ、これでもいいですね。で、あとは5万を問い面して、まあこれでもしょうがないですか。はい、すいません。まあラス脱出ということで許してください。はい、なんとか2着に食い込むことができました。ちょっとお粗末でしたけどもね、今回は。まあやっぱりトンパツでなんかお年玉みたいな8000が上がれる時点でちょっとあんまりこう良くはなかったかなと、簡単に出てきましたね。で、それを持っていった下茶の方がそのまま優勝ということで納得の結果だったと思います。それでは。